こんばんは、ある日の坂崎幸之助でございます。4月4日にリリースになりました我々アルフィーのですね、シングル「Dear My Life」が皆様のおかげをもちまして、オリコン初登場第4位ということでございます。どうもありがとうございました。トップ10内チャートイン40作連続ということで、 SMAP と並んだってことですかね。キリのいいところでございますよね。本当にありがとうございました。そんなめでたい、今日にふさわしくですね、4週目のおじさま、ゲストはこの方でございます。ザ・アルフィー桜井雅さんでございます。どうもよろしくお願いします。こんばんは。もう飛び込みでいらっしゃいました。今本当にあの仕事に対する気持ちのがよくわかりますね。もうギリギリで忙しかったんですよね。いやそうでもないんですけどね。そうでもないんです、あれ思ったよりもあの空いてたもんですからね。ダメじゃないですか。始まってから行こうと思ってたんですけど。ダメですよ。頭から下がる。いや高見沢みたいにやってみたいなと思ったんですけどね。ダメですよ。僕の場合ついちゃうんですね。一人で十分ですよ。そんなのはメンバーに。あー本当ですよね。一人では十分。はい。マネージャーっていうのも一緒にいたわけですか。もちろんそうですよ。あ迎えに行った。はいはい、はい、その人は早く行こうよっていうのはなかったんですよね。あんまり。そうですね、いいですかって感じですか。いやあの、チームマネージャーがギリギリでいいですよっていう緩い言い方をしてたらしいんですよ。どうせ佐賀さんの番組ですから。そうそうそう、ね、早く来なくてもいいですよって言われてた。あでも今日は頭から言っていただかないとっていうのを打ち合わせでしてたんでね。あ曲そうなんですか。曲を選ぶのもですから桜井さんに選んでいただこうと思ったんですけども、それじゃ俺が選んでないみたいじゃないよ。僕が全部選びました。いやそうだね。いやそれでいいや。桜井が好きそうな曲を今日は。あでもそっちの方が合ってるもん。佐賀さんの方がよく知ってるし音楽。いやそんなことないですよ。だから俺ねいつもね、何をかけましょうかって聞かれるとねすんごいうざったいんだよ。ああ。めんどくせえもんだって。めんどくせえよ確かにな、ね。それは桜井の知ってる数曲の中から選ぶのは大変だ。そうそう大変なんだよ。でほら選曲は DJ の命って言うじゃない。そうですよ。ね、あの元々はデスクジョッキーっていうのは選曲から始まってますからね。そうでしょ、はい、私はだってそれがないんでその力がないんですない。選ぶ力が。あいいじゃん。いやパーソナリティーでいいやパーソナリティー、いつの間にかパーソナリティーとデスクジョッキーがご手になってますよ。だから多分デスクジョッキーってのは本当に音楽を知ってて、でその音楽の内容も全部説明できる人が自分で、ね、そう自分でかけて説明するんですよ。そういうのができないのに、適当なこと言ってやってるのがパーソナリティーなんですよ。適当なこと言ってるんですかね。あ世間話をして、そうだから坂崎は DJ なのよ。その方のパーソナリティを出せばいいわけでしょ、人柄をね、あとはアナウンサーですか。アナウンサーは別にあれほらパーソナリティじゃないから、パーソナリティじゃなくてニュースを決まったことを間違いなく発表することがアナウンサーだから、はい、今日はそのパーソナリティの桜井さんを迎えして。僕はパーソナリティですよ。パーソナリティですか、いやいわゆるシングルはですね、はい、オリコン初登場第4位ということで、ありがとうございました。本当に桜井さんリードボーカルの桜井さんとしては、ほっと胸を揉んでるところではないかな。いやそれはあんまりないですけど、そうですか、リードボーカルだからどうこうってことはないんですよ。あないんです。やっぱりこれはほらアルフィーが出したもの で、 そ, うです、ね、でその応援してくれる皆さんも、誰がリードボーカルだからじゃないんですよ、アルフィーを応援してくれてるわけですよ。なるほど。その結果がこういうことになったわけですよ、嬉しいですね。嬉しいです。ありがとうございます。本当にもね、ありがとうございます。あれはあの CD ショップに行ってもなかなか面白いジャケットでしょ。インパクトがある、賛否両論らしいですけどね。ですけど、一般の方にはなかなか面白いみたいですよ。そうでしょうね。一般の人には面白いかもしれない、別に好きでも何でもないわけですから、あの僕らのことを。そうそうそうですから、あ面白いジャケット、かわいいねこの子なんて、ね、で好きな人にとってみると、ちょっと違うんじゃないの、ね、みたいなのはあるかもしれないんですけども、まあそういう意味ではでもまあいろんなことをチャレンジするってことですから、まあそれがいいか悪いかは別にして、結果は後ですからね。こういうことをやってるってことがいつもアルフィーってそうじゃないですか。そうです。モルモットと言われてますからね。はい、今日は皆さんにお礼を言うために桜井が来たのではなくてですね、お礼言ったら帰っていいって言われたんですけど、ダメなんです。とっておきの情報を伝えるために今日は来てございました。あら聞いてない。後でとっておきの情報をお伝えしたいと。あそうなの、聞いてないよ。いやその原稿先書いてた。忙しいんだよね今。でしょ。今巨人勝って、今横浜が甲子園で勝つかどうかっていうところなんです。まだ巨人にあれですか。いや僕横浜ファンですか。あ横浜ですか。あ、はい、あ横浜ですか。6-4で勝ってんですよ甲子園で。今だって巨人の人は少ないでしょ。由伸に誰ですか、はい、安倍ちゃんに、はい、新岡ぐらいですか。そうですね。あとはもうほとんど、あと原監督ぐらいですか。まあそうですね。あとはいわゆるあとはオールスターみたいなもんですか、ね、そうですそうですそうです。生え抜きってやつですよね、はい、せっかく入ってきたのに抜かれちゃうってやつですね。生え抜き。なるほど。生え抜きよくないですね。よくないですね。生えたものは取っとかないといけない。せっかく生えたんですからね。その取ってきの情報ですね、あと、はい、で田無の原稿をもとに、わかりました、ドドンと桜井さんに伝えていただこうと、はい、発表してもらいますので、ね、
あとは、選曲の方も、桜井さんにちなんだ曲を僕が選んでみました。ありがとうございます、本当にもう、とんでもございません。申し訳ないです。桜井雅さんへの質問リクエスト、アルフィーのライブの感想、これは僕と桜井で勝手に読みますから、番組では読みませんけどね。はい、あ、そうなんですか。感想はね、あまり言っちゃいますと、はい、あの曲があったの。そりゃそうだね。企業秘密だもんね。そうなんですよ。来た人だけの楽しみ。まだ始まったばっかりですね。そうです。皆さんの近況などメールファックスでお待ちしてます。ファックス番号048650-0300 048650-0300 でございます。番号間違えないでくださいね。 E メールアドレスはtransatmarknac5.co.jp transnack5.co.jp でございます。それでは行きましょうかね。アルフィーの坂崎幸之助と桜井勝くんがお送りします。ケーズトランスミッション、2時間楽しんでください。はい、アルフィーの坂崎幸之助さんがお送りしますケーズトランスミッションでございますけども、今日はゲストに桜井勝さんをお迎えしておりますけども、同じグループのですね、うちわのゲストでございますけど、桜井さん、はいはい、今週の1週間は三重県とですね、長良川と行ってまいりましたですね。そうですね、はい、この間の土日でございました。そうですね、三重長良川と、まだ始まったばっかりですからね。本当に結局初日川口でやって、はい、あれなんか火がついてるよ。あれスタジオ、あれフェラーリだ。桜井さんお誕生日ですかね。フェラーリのシャンパンじゃないこれ、もしかして。いや、ありがとう。これは後で開けましょう。後で開けますか。 ありがとうございます。え、なんで今日こんなあれなの、なんかあるの。桜井さんの誕生日ですよ。俺この間やったぜ。やったってずいぶん前じゃん。この間山石やったんだよな。山石4月8日で、そうそう、今日命日、太郎と僕があさってですよね。あ、2人とも15日なんだ。なんて知らばっくれてさ、おーちゃん、はい、あなたのバースデーよ。私の番ですか。そうですよ、これで 58? はい、58歳でございます。なったよね。ハッピーバースデー。ハッピーバースデー。歌うの。ハッピーバースデー、じゃあ私歌いましょう。A でいいですか、キーは。何でもいいですよ。ハッピーバースデー to you。ハッピーバースデー to you。ハッピーバースデー、ディアコちゃん。ハッピーバースデー to you。ありがとう。すごいですね、もう。おめでとう。ありがとうございます。一息で消すと危ないですからね。それは後でシャンパンも開けるんですか。そうですよ、後で、いいです、後でいただきます、ありがとうございます。でも良かったですよね、ね。一番早いハッピーバースデーいただきましたね、はい、あれ今日は13日の金曜日でございますからね。あー、いいね、とてもいい、いいね、13日の金曜日はね、あんまり関係ないらしいけど、日本人にはね、まあ、この番組としては僕がじゃあ今日が52歳最後の放送になるわけですね。あ、もう53に なられるわけですよね。桜井さんがついこの間52になったばっかり。そうなんですよ、なったばっかりなんですけど、ね、思ったんですけどね、もうでもこうなってくると年は関係ないですよね。関係ないですね。52だろうが3だろうが58だろうがあんまり関係ないですけどね。もうほとんど関係ないですよね、ただあの55、6歳の人とよく一緒にされますけど、うん、あれ随分違いますよ、ね、高校生さんだとかですね、うん、あの、はい、先輩方と、あのそういう方とのコネクションが結構あるから坂崎、はい、特にそう思われるんだろうけども、はい、世の中の人は意外にね、アルフィってのはもっと若いと思ってるんだよ。思ってなぜかというとチェッカーズや安全地帯とかと、そうそう、トンネルとかとずっと一緒にいたじゃないですか。中森明菜とかね。そうだから大体45、6、ああそうか、だと思ってる。大友康平よりは若いと思ってるかな。大友だって2つ下でしょ。あ、1つ下か。1つですね、学年で言うと。1つでしょ、はい、大体僕らの年代っていませんからね。あんまりいませんね。上か下ですもんね。ですよね。一個下が多いですよ。ところジョージぐらいですからね。ところと竹内まりやさんが同学年ですよね。あ、まりやさん、まりやさんは同学年ですか。ユーミンは学年だと一個上でしょ。ユーミンとかあの中島美紀さんも上ですね。美紀さんも一個上だし、うん、なかなかいないんですよねこの世代ね。そうなんです。結構意外と同世代がいない、ね、いないんですよ、うん、ええ、ね、若く見られてますかね。若く見られてますよ、うん、こうちゃんなんかすごく若く見られてますよ。そうです、20代ですかね。もうテレビで見てたって結構若く見えますよ。こうやって生で見るとね、ああ結構いってんだなって分かりますけど、言ってますけどね、輝きがなくなってきて、当たり前ですよ、枯れてっちゃってからね。でも最近のうまくできてるんですね、乗っける方もね。いやいや、ね、本当ですよ、いろんな色がうまくね、朽ちてるようにこう作ってあるんですね、ちゃんとね。くら本当に綺麗にできてますよね、さあ桜井さん、はい、この1週間どうでしたか。三重長良川やってきましたけども、まだ掴めませんね。
まだまだですかね。まだなんて言うんでしょうか。始まった流れというものが、結局あのさっき初日川口でって言ったところで、はい、ケーキが入ってきたんで、うん、話の腰を折られちゃったんですよね。まあ川口はもう何日も前からセッティングしてますから。もちろんそうですよね、はい、で初日なんですけれども、やっぱり旅に出てのが初日になりますよね。そうですね。ですから三重ですか、巣でしたよね、はい、が初日みたいでしたよね。それで長良川と、ですからまだ日本しかやってないような感覚ですよね。でもその割にはもうだいぶあの中身の方は完成度は高いと思います。完成度は高いんですけれども、はい、抜きどころが分かんないんですよまだ抜きどころがね、これはこっちサイドの問題なんですけども、はいはい、全部全力でいっちゃうと、うん、パワーが持たないんですよ。マラソンと一緒ですよね。一緒です、やっぱ駆け引きが、ね、ありますから、はい、まあ、35キロぐらいでスパートかけると、そういうのが分かってくるのが大体10本目ぐらいですからね、まだまだ分かんないんですけど、まあでもいいじゃないですか、その配分は間違ったにしても、ね、まだでね全力でできますから。そうですよ、はい、まだまだバリバリでございますね。いや、なかなか面白いツアーですよね。面白いですよ。ぜひぜひ。内容ちょっと言えないですけども。悩んでる方はもうぜひ参加していただきたい。もう人生に悩んでる人はね、うん、我々のコンサート見てごらんなさい。なんで今まで悩んでたんだろうとか、そういうのバカバカしくなりますから。うん、いいよ、もうどうだって、うん。この間そういえば言われてましたね。某関係者も言ってましたね。なんて煮詰まって、忙しすぎちゃって嫌になっちゃってって言うんですね、うん、僕の番組を編集してましたよね。Dear My Life がかかって。この歌詞を聞きながら、うん、おやっぱり頑張ろうっていう気になったと。ああそう、身内のディレクターがそう言ってましたもんね。ああそうですか。でも歌の坂番の渡辺が歌の力ってでも大きいですね大きいんですよ。あ、勇気づけられましたとか言ってましたけど、いろいろあるんでしょうね、人それぞれ。みんなね、結構ストレートですから、アルフィの場合は。そうですよ。ですからね、ストーンときますよね。結構額面通りのバンドですからね。そうです、我々は額面通り、そうなんですよ。100万は100万ですから、うん、3分の1にするのは大変ですよ。まあそうなんですけど、ね、でも我々ほら長年こうやってきててね、はい、そういうところにいつも真正面からぶつかってきたっていうことしかないですよ、うん、我々今までやってきて自信が持てるのは、うんうん、ね、ぜひ、まだまだ Dear My Life も売ってますから。そうですよ、まだまだお願いしますよ。聞いていただきたいと思いますけど ね私のお墓の前でなんて歌が結構まだ頑張ってるらしいですけど、ね、そうですよ。この間コンセスさんもちょっと歌ってましたね全然違うメロディー。なんかコーセさん、PPM のあの人と一緒にやるみたいですね。あ、本当ですか。拉致問題のほら、はい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 、あの人のね歌でね、なんかやるみたいですね。ポールか。そうそう、ポールさんですね。ポールスズキですよね。ノッポさんの方ですね。そうそう、大きい人ですね。うん、あ、そうなんだ。コーセさん偉いよね。ありますね。あの人もすごい。先週小回り聞くよね、あの人はね。この大騒ぎでしたよ、ここで。来たんですか。人間なんてをもうずーっと2時間も撮ってましたからね。なんでコーセさんが人間なんてなんですか。人間なんてが好きだったみたいですよ。2時間じゃないか、1時間半だ。さあ、それじゃあ桜井さんの好きなクイーンをいきましょうか。え、クイーンかけてくれるんですか。はい、ありがとうございます。それもあんまりかかんないやつで、今日はですね、はい、こいつを持ってまいりましたんで。え、どんなんだっけね聞くとわかる。聞くとわかるんですよね、はい、じゃあ行ってみましょうね。懐かしいね。懐かしいですねこれ ね、あそこのフレディ・マーキュリーの一人ダビングっていうか、うん、あれなんかあれだよね、ディレイかなんかでやってるんでしょ。ずっとまんま前の歌を追ってってんだもんね、うんうん、面白いよね。ああいうの使ってたんだよね、クイーンはね。早かったよね。早かった、うん、ケーキが来てます。このケーキ美味しいんだよね。美味しいね、これすごいね。フルーツがいっぱい。ありがとうございます。さあ、桜井さんがいらっしゃるということで、耳寄りの情報が今日は聞けるということで、はい、みんないろいろと、予想してますね。何でしょうっていうね。これは本橋夏江、新聞見たら耳寄り情報となってました、桜井さんの。その1、まさかの桜井さんソロ。その2、 S&S でライブ。その3、ビートボーイズで本格再始動。シングル発売、ライブやります発表。その4、ビートボーイズ無理だと思いますよ。もう踊れませんもん、ね、死んじゃいますもん。だっていや、踊んなくてもいいんでしょ、ビートボーイズは別に、うん、変幻自在ですからね。まあね、何でもありですからね。ダンサーを周りに置いときゃいいんだよね。そう、桜井さんと坂崎さんでの S&S ですかってなりますね。S&S ね、うん、これは面白い。山崎優子、桜井さんだけのゲストには訳がありますなんて、何でしょうっていう。新ユニット結成ですか。サカモン&マーチャンクルってんですねこれS&M SM。 なるほどね。サカモン&マーチャンクルの SM ですよ。マーチャンクルいいね。僕が S ですか。そうそう、サカモンですから。そうですね、桜井 M ですか。ね、マーチャンクルですね。マーチャンクル M、はい、僕 S、 うん、
ですかな。いいじゃないですか、やりましょうよやりますかね。もうやる人少なくなりましたから。もうライバルいませんから今サイモンとかファンクルやるにはいないね、ええ、確かに。でそれに結構似たような歌作って、うん、日本語で歌えばいいんですか。日本語でカズコもそんなこと言ってましたよね、加藤さんもね。そうですね。そうか、サカモン&マーチャンクルですね、うん、そうそう。あとはね、コンドルは飛んできたとかそんなんでさ歌作っちゃいいんだよ、ね、ところが今度こそ飛んでくるとありましたね。ああ、面白いですね。飛んでゆくだ。今日は何か重大発表でもあるんでしょうか。明美っち桜坂コンビ、桜坂コンビってもあるみたいですね。あ、桜坂ね。桜坂コンビでユニット結成なんで、桜井さんお一人で何かお仕事なんで。桜坂って六本木ヒルズのとこでしたっけ。あ、そうですか。桜坂ね。そうなの。欅坂。欅坂全然違うじゃん。桜坂はあいつが福山が歌ったやつでしょ。どこ桜坂って。デンジョウ。すごいね。そんなとこ歌ったの。うっさー、そんなとこあったね。みんなオーノーとか言ってますけど。オーノーじゃないよ、ボーカルさん。てくさくらせてくれたのよ。ラジオネームミーコ、桜井さんいらっしゃるということで、先週坂崎さんが何か報告があるんですねとちらっとおっしゃってましたが、それ以来とても不安な毎日です。なぜなら先日某ラジオで高見沢さんが今まさに人間ドックに入ってます、頑張れ桜井とおっしゃってたからです。あ、禁酒宣言ですか。あ、桜井さんいよいよ禁酒宣言ですか。ええ、禁酒もいいですよ、別にしてもいいし。 お酒は大丈夫ですか。禁煙も、禁煙はした方がいいですよね。タバコは百害あって、あって一理なしですからね。うん、1リってのは4キロのことですか。そういうことですじゃない、だから1本すると4キロ走れるんですよ。走れるんだ、すごいじゃないよ、ね、エイトマンじゃないんだ。うん、でもすごいな、昔のエイトマンはタバコ吸って元気になってたんだな。そうですよ。なあ、あのパワーの源はニコチンだったんですよ。すごいよね、うん、エイトマンって知ってますか皆さん。あったんですよ昔エイトマン。エイトマン、光る海、光る大空、光る大地、チャカチャカチャカ有効無限の地平線。もね、走れ、どこまで歌うの。これはエイトマンは力が尽きてくると自分のバックルのとこからタバコを出して吸うとね元気になるんですよ。すごいな、今の時代だったら怒られたろうな。そうかね、これだけ禁煙がねあっちこっちで。マナーを守ろうね、エイトマンなんて言われてるね。そう、あの吸ったタバコのね吸い殻どこ行ってるんでしょうね。あれ持ってなかったでしょ、あの携帯の。携帯持ってないですよ、アイドラね、うん、やばいなエイトマンな、今の時代どっかで見たら。でもビッグ X だってさ、あの本当は注射なんだけど、そうだ、テレビの方は万年筆なんだよ。あ、そうなの。万年筆ビューって当てるとビーって出て。あれ万年筆だったのビッグ X、うん、注射じゃなかった。注射じゃないの、注射は漫画の方。そうだよね、うん、いやずっとテレビの方は万年筆だった。万年筆なんでやっぱ注射はまずいってなったのかな。あったんじゃないですかね、きっとね。当時でも、当時でもあった。今だったら大変でしょうね。今はもうこういうね夢がねもううるさくてしょうがないですよね。何の注射だったの。いや、世の中なしじゃないですかね。すごいよな、ね、おじいさんみたいなこと言わない。子供なんてのは外で遊ぶもんなのにさ、うん、外で遊ぶと変なおじさんがいるからとか言ってさ、遊べなかったりさ。変なおじさんいたよ。え、変なおじさんいたよ、ね、俺たちの時でやっていたよ。いたいた、こうやって前出すおじさんとか いくらでもいたよ。あんなもの見たって俺たち別に不良になんないもんな。不良にはなんない。そんなじいさん捕まえた。あとついてっちゃいけないってのもありましたよね。うん、絶対ダメだよって言われたことあるよ。それはあるけど、あるある。うん、変ないたずらするおじさんもいたな。悲しいよね、もう今やね、うん、なんか過剰防衛に近いところがあってさ、伸、まあ、び伸びと育たないっていうね。そうですね、いわゆるなんですか、無菌状態で、うん、ね、バイキンのいないところで育てるっていう。本当はね、バイキンと一緒にいなきゃダメなのよ。僕らなんかバイキンだらけでしたよ。落ちたもの食ってましたからね。あ、そうなの。俺食わないよ。嘘で。落ちたものは食わないよ俺は。違う、桜井とか落ちたものじゃなくて野生で生きてるものを取って食ってたんだ。でそれはだったらいいんじゃない。だから桜井落ちたもの食ってたの。落ちたもの便所とかで落ちたやつとか。便所、いや落ちた場所にもありますけど、ね、ほらほらほら。ただね、俺らの頃はね、うん、あれよ、砂場とか平気だったよ。今砂場汚いって言われてるでしょ。あ、サルモネラ菌でしょ。ねえ、うん、俺ら多分ねサルモネラとかね平気で入ってたと思う、うん、平気平気。そんなの、うん、全然平気。その割に俺ら3人ともピロリ菌がいないっていうのが自慢でございます。そうそう、ポロリ菌っていうのが。ポロリ菌それはね、ポロリはたまにはあるかもしれませんけどね、桜井さん。それはこうちゃんだけですよ。人前ではいけない。私はそんなポロリなんて出ませんか。何言ってんすか。ポロって聞いたことないですもん、音。なんだスッとか。音は聞いたことないよ、俺だってポロリなんて。いいな、こうちゃんポロって音がするから。なんだよ、そのいいな。羨ましいな。なんだよ、それ。ポロリ菌。さあ、ポロリ菌が3人ともいなかったということで。そうなんですよ。MRI も撮ったんだよね。やりましたよ。よかったね。何もなかった。誰もいなかった。頭の中ですか。バイキンいなかった。頭の中ね、水が溜まってるっていう。水が溜まってるって何の水だよ。いや、雲真っ赤に。ダメじゃないですか。いいの。あ、それは大丈夫なんでしょ。
いや知らないですけど、いいんじゃないですか。水が溜まってる。この間泳いできたんで、もしかしたら入ったかもしれませんって言っといたけど。耳から入って、うん。耳から入ったかもしれない。どうなんだろうね、でもね。うん、わかんない。でも、大体。でもね、健康診断ってね、うん、結果が良かったと思うのが一番いけないのよ。そうよ。そっからが始まりですから。あ、本当は悪い方がいいのよ。そうしたら注意するから。まあ、だから本当は B か C ぐらいがいいでしょ。そうそうそう。ね。A なんかが、俺だって学校だって A なんかなかったんだよ。それは学校。それなのになんで健康診断やってまで B とか C が出てくるんだろうな、俺。よかったな、1とか2じゃなくて。まあ、あれ、健康診断5段階だったら頭くんだろう。あ、それは嫌だな、昔は思い出すもんな。全部1と2だ。あなたの肝臓1ですとかって言われて、うせえばかやろって思っちゃうもんね。ね。さあ、それじゃあ、桜井さんの好きなイーグルスを聞きましょうよ。あ、ありがとう、クイーン、イーグルスって。ね。なんかそんな気がする。だけども、あんまり、普段かかんない曲を今日は。だけど桜井が好きそうな曲を選んで。あ、そうですね。はい。イーグルスはね、今デスペラードがいろんなとこで、ね、ならずもの。そう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 。デスペラードカバーもすごいし、当時よりも多分ね、今の方がデスペラード評価されてるし。そうでしょうね。当時として見るとみんながっかりしたんですから。そう。なんだお前らって。地味でね。だってさ。クイーンもそうだったよ。クイーンもそうですね。クイーンも今の方がガン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 かかってる。そういうのいっぱいあるよね。ハッピーエンドもそうだし、日本で。そうだよね。後になって評価される。特にこのイーグルスの2枚目なんてさ、うん、地味じゃん。地味だね。ジャケットもみんなならず者の格好しててね。格好してさ、うん。僕は2枚目一番好きですけどね。俺も好きだったよ、当時から。ね。アコースティックな。なのに今流行ってるってことは多分同年代のディレクターとかが、うん、やっぱりよかった、ね、ああいうドラマとかの音楽に使うわけですよ。そうなんです。ホテルカリフォルニアのアルバムはもうもちろん完成された。うん、ね、完成形としてありますけども、うん、その前の段階としてはね、本来はイーグルスこれなんですよ。これなんです。カントリーバンドですからね、もともとはね、はい、アメリカンバンドですから、ね、そうです。そのデスペラードと並ぶぐらい僕はこのバラードが大好きな2枚目に入っている、うん、いいですね、曲でございますね、はい。こんばんは。こんばんは。ツアーが始まったある日でございますけどもね、4月の5日から始まりまして、タクロさんの誕生日から始まりまして、はい、タクロさんにメールするの忘れちゃいましたけど、あ、タクロさんっていくつになったの。タクロさんは1じゃないですかね。61ですね。あ、61ですか。もう、はい、去年が還暦ですからね。今年は加藤和彦さんとか。え、加藤さんの方が年下なの。まあ早生まれですからね。3月同い年なの。同い年、学年が、学年一緒で、小田さんが今年でしょ。あ、そう、うん、ますますどんどん還暦が。あ、でもいいよ ね、音楽シーンを引っ張ってる人たちが還暦が元気ですからね。なんてのはさ、素敵だよね。小瀬さんも来年だか再来年かなでね、もうすぐ還暦です。あ、そう。どんどん、チンペさんも来年ですから、もうどん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 。ね、どんどんみんななっちゃえばいいよね。なっちゃえって言って、自分たちがなっちゃえ。まあ、そう。まだまだだもんね。まだもう7年ありますからね。うん、ええ。早いね。でも、ビートボーイズやってたのに35の時でさ、ぐらい。あ、そう。僕ってことは何、みんな年金もらいながら歌ってるってことになるわけ。年金シンガーですね。ええ。年金手帳って持ってる？知らない。あれってあるのかな？あ、オレンジ色のやつ？あー、オレンジ色のやつね。ブルーのやつが厚生年金もらえるよね。お前だって払ってないだろ、年金。払ってるよ、年金。うそれ。払ってる、払ってる。ずっと。うせえ。ほんとほんと。払えるわけないじゃん、手取り4万5000円で。あの頃は親が払ってた。あ、お前んちゃいいね。そう。偉かったね。あの頃は孝太郎は偉かったね。まあ、あれまとめて払ってよ、俺なんか何年分って。いいんだっけ。うん、あの頃。でも抜けた分はいけないんだっけ。よくわかんないんだけどさ、ね、俺政治家じゃねえから別にいいもんな。年金もそうだし、今だって払ってんだよ。国民投票法案もよくわかんねえし、頼むよね。もうちょっとさ、国民にわかりやすくやんねえ。あんだけずっとニュースやってんだからさ、ね、危ねえな。でも本当によ、ますます報道機関もいい加減しろよ、本当によ。もう報道部、これはここだって報道機関だろ、一つの。まあ報道部じゃないけどな。報道部じゃないけど、もうちょっと国民にわかりやすくやんねえよな。そうなんだよな。難しい言葉使いやパーソナリティはでもあんまりどっちか寄りになっちゃうとまずいしな。パーソナリティどっちか寄りになるな。あ、俺寄ってないもん、全然。寄ってない。真ん中だろ。真ん中だもん。俺もそうだ。右も左もねえから。だってよくわかんないしさ。そうそう。うん、いけないよ、でもな。そうだな、確かに。ポリシーないし。まあ音楽にはそういうのはあんまりないんですけども。桜井さんは。はい。ね。まあ52になりましたけども。ええ。音楽を目指したきっかけもみんなにも言ってますけどもね、高校の頃にサイモンとガーファンクルを聞いてです。いや、僕は目指してないですよ。なんでなっちゃった。目覚めただけ。目覚めたんですよ、サイモンとガーファンクル。目指したんじゃないんですよ。なんで目指したのは、坂崎という、あのスイフが、スイフが漕いでる船にたまたま乗っかっちゃったんですよ。古いスイフが、古いスイフが、そいつが漕いで別にどこ行くんだろうなと思って乗ってたらこんなとこ来ちゃったんですよ。
あ、結構遠くまで来てしまいましたね。そうですね。これもう戻れないですよ。戻り道知らないですか。戻れないですよ。だって泳げないですから。戻り道も分かんないもん。だってどこを後悔してきたの。あとはあの潮に流されるだけですからね。そうそう、あ、うまいね。どこを後悔してきたか分かんないけど、後悔はないよっていう。うまいねこれね。うまいねうまいね。舐め合いだね。傷口の舐め合いしてるね。え、目覚めたのが高校、中学でブルーコメッツ、小学校かブルーコメッツがあって、ええ、小学校です ね、はい、で高校で S&G があって、はい、でそれからビージーズとか聞いて、まあそれからは結局は2人の影響ですよね。だけどさ、桜井の声を聞いた時は俺も同じグループのやつを褒めるのもなんだけどさ、うん、本当にこんなやつが高校生にいんのかっていうぐらいのね、なんちゅう声を知ってたんでしょうね。なのになんでさ、ね、A 面と歌えなかったんだろうね。ねデビュー曲のね。やっぱりルックスなん重視なんだよ、この世界は。ってなと思ったろ。この業界は絶対ルックスなんだよ。桜井さんほどこの業界ってなんだよって思ったやつやねえだろうな。思ったよ、だって。いや桜井くんの声はいいねつってずっと高校からラブコールがあって、 A 面取ってあるのに B 面にされちゃったんですから。スタートからつまずいたね。いやもうずっと今だってつまずいてますよ。いや今つまずいたでしょ。順風満帆でしょ。いやいやとんでもございませんよ。俺だってこの世界嫌いだもん。なんでだ。あのディレクターだのなんとかだの、うん、ああいう、はい、職種の人たち大っ嫌い。ディレクターいるよ、ここにも。いや、あの番組はいいけど、あの音楽レコード業界 レコードの方あんなやつらの言ってることはさ、いい加減で嘘ばっかだしな。あ、そう、うん、大嫌い。あ、そうなの。だって売れもしないのにいいねいいねなんつっててさ、あ、そういう、ね、売れなきゃ冷たい言葉言うしさ、あ、そう、売れをバカやる、その冷たい言葉で言う前に、おてめえがこんなやら歩いて売ってこいよって思う。ディレクターの人たちはあんまりそのほら関係ないでしょ、売る方はね。宣伝の話、あいつら本当にいいことばっかり言いやがってさ。売れなきゃ冷たいんだよな。そう、確かにそうですよ。だから調子のいいことを言ってますよね。あのああいうところ嫌い。レコード会社とか嫌い。レコード会社大嫌い。レコード会社嫌いだったよ。本当。放送局はどうですか。放送局はいいよ。そう。うん。ちゃんとだって。放送局でもあれよ、落とされたりしたよ、オーディションでね。クリマンさんにね。そうだったな。あ、クリマンさんに、ね。あったな。いまだにクリマンさん。有楽町のな。いまだにクリマンさんはもう頼むよ。このすぐ近くでな。クリマンさんがあのずっと夜さ、非常用でほら、ま、いるじゃん、寝てるじゃん。うん。なんかあった時のためにアナウンサーが寝てるじゃん。必ずアナウンサーが一人いるんだけど。そう、あそこの寝てるベッドのとこまでずーっと話し込んでたもんな。お前、今日これが寝なきゃいけないんでって寝かさなかったんだよ。だってさ、落としたじゃん、俺たちのこととか言って、ずーって言って、え、セット履いてんのとかいろんなこと言ってさ、最後怒って寝たけどね。怒ったろ、そら。クリマンさん。クリマンさんもう辞めちゃったの。クリマンさんは LF にいるでしょ、まだ。まだいるの。ただ喋ってないのかな、あんまり。あ、もう偉い方になっちゃったのか。多分、偉いと思うよ、結構。あ、そうか。他者のことは分かんないよね、こちらのマークファイブで。近いとはいえ、有楽町ナックファイブもね、昔はそうだったね、上部の人は。ナックファイブはだって桜井もともとはナックファイブの創立メンバーですから、ね、そう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 、俺初めての時あんた株主なの。株主じゃないけど、株は株ってるっていう、株ってるような株ってないようなね。裏にはいっぱい株があるっていうネタがよくありますね。株式会社だからね、株が敷いてあるって言ってね、そのナックファイブの大元もよく知ってたわけでしょ。そうですよ、スタート時のね。だって一番最初のビルから知ってますから。そうだよね、レコード室がなかったんですか。トイレだったんでしょ。そう、トイレだったところをレコード室にしたんですから、急遽。すごいよね。俺トイレ行こうと思ったらレコード室になってたんですから。なのにうちの弟より枚数が少なかったんですから。少なかったんですか。 CD の枚数すごいよね。これで放送ここまで本当今ね、びっくりするよ。もうだってナックファイブ大躍進ですよ、今。そうですよ、今関東でナックファイブったら5本の指に入るんじゃないですか。5本かよ。大体そんなもんじゃねえか。そうか、そんなもんだろ。もうちょいあるけどね。3本の指に入るんじゃない。いや、あのレーティング的にはそうよ、相当いいですよ。特にこうちゃんの番組なんてレーティングすごいんでしょ。こうちゃんの番組いいみたいですね、結構ね。ねえ、長いし、90人ぐらいし聞いてるんですよ。90人 90% ぐらいでしょ。90人じゃ番組やってらんないもんね。 90% も取んないですよ。でも昔俺たちさ、ゼロって言われたことあるじゃん、視聴率。いや、深夜放送ね、深夜放送出ないんだよ、あれ数字が。だけどゼロってことはないと。俺が聞いてたのになんでゼロなんだって怒ったことあるもんな。あれひどいよな。ちゃんと調べろよ、夜回ってさ、町内ずっと回ってさ、どんなラジオ聞いてんだろうかってこうやれよな。オールナイトの2部なんかそうですよ、数字出ません。 0.1 からしか出ないんですから、あれ。あ、そうなんだ。ということはその出てないところはゼロかよとか言って。でもゼロはありえないよな。それはない。だから 0.0x なんですよ、だから、うん、な。いや、少なくても100人単位では聞いてるってハガキ来るんだから。そうだと思うね。え、出なきゃやってる意味ないじゃん。そうだ、やめよう。誰も聞いてなかったら喋んねえ方がいいぐらいのもんだよな。試験放送じゃねえんだからな。試験放送って聞いてるやついいんじゃないか。時々あるじゃん、 NHK でね、試験放送見てるやついるだろう。俺あの試験放送の時何すればいいんだろうと思って戸惑っちゃってから。え、なんかするの、どうすんの俺はとか言いながら。関係ないらしいな、あれはな。向こうは一方的に出してたでしょ。さあ、それでは桜井さんの、はい、
僕が高校の時にこの歌を桜井が歌ってて、いや参ったねこりゃ、なんていい声してんだろうと思った曲でございますね。あ、はい、懐かしいです ね、はい、裏声がまだ桜井が出る頃でございます。あの頃裏声出たんだよね。出てた頃ですね。今裏声はない、表裏のない歌手になりましたよ。いいことじゃないですかそれは。表しかないんですよ今。表裏がない。そうでいいよ、こうちゃん裏があるしな。表裏があるってことか。そうそうそう、よくないなそれな、イメージがな。はい、それ桜井さんの重大発表ね、引っ張りますねって書いてありますね、はい、耳寄り情報何ですかってね。こうちゃんは加藤さんと和子、高見沢さんのソロ活動との噂あり、桜井さんも何かなさるんでしょうか、うん、歌以外のことだったりして。引退を、あ、ないみよ、引退式ですか、はい、断髪式ですか。断髪ですね。断髪やりますか。はい、やりますね。じゃあ僕切りに行きますよ。そうですか、ハサミを入れて、僕全部剃りたいな、ハサミで。断髪するなら桜井なと。体中ですか。体中じゃないですよ。山の猫さんはですね、いっぱい書いてくれましてね。そう、とうとうソロ活動、高見沢さんプロデュース、坂崎さんサポート演奏に、夏のイベントがない代わりに単独歌謡ショー。なんで俺は歌謡ショーなんだよ。3、秩父市荒川自治会長に立候補。4、アルフィ3代目リーダーに就任。5、やっとサングラスを外す。6、一連の不祥事を先取りして丸坊主に。何よ、何それ。いや、先取り、先取り、先にやっとくわけ。アポジカ T の CM 出演、新製品発泡酒の宣伝マン、とうとう憧れのドラマーに挑戦、秋のツアーから吉田氏とツインドラムとか。そりゃないな、ごま当たってないな、うん、お菓子屋始めるとかな。お菓子屋かわいいね、さいたま市のラジオネームプクリンさんは、ついにパソコンを買いましたとかじゃないですよね。プクリンちゃん、ついにパソコンを買いました。パソコン、あ、 iPod 買ったよ。 iPod 買った、すごいね。俺が iPod 買っただけで大騒ぎだよ世間は。そりゃそうだな、1億台売れたんだってね。 iPod、 iPod そんな売れたの、うん、iPod の何買ったの、一番新しいやつ。知らないよ、今出てる普通の iPod って知らないけどさ、俺はとにかく高見沢に言われたのは、うん、お前バカじゃないのお前、なんでこんなでかいの買ったの、でかいも何も知らねえよって言ったら、お前はなんで買ったんだって、からアルフィーの音楽が聞くだけで全部、はい、ひとまとめにできるから買ったんだよ、そんなのお前8ギガで十分だよって言って、お前のいくつだよって80って言ったら、あ、じゃあでっかいやつだ、だ入れるもんがなくてさ。お前それじゃあれじゃないかよ、友川和樹さんの冷蔵庫、ね、そうそう、冷蔵庫もらったんだけど入れるものがないよって一緒でさ、首入れてもらって今さ、あのあれなのよ、ここって新潮の落語全集を今全部持ってこいじゃないですか、じゃあ桜井に。そう、今全部入れたんですけど、それでも半分もいってないんですよ、それはない、パソコンから入れる、iTunes から入れてんの、どうやって入れるの、なんすかその iTunes、 パソコンがないやつはどうやって入れるの。パソコン持ってる人から入れてもらうんですよ。持ってる人からそのまま入れてもらう、あ、じゃあ持ってる人も一応じゃあ新潮を全部入れてるわけだ。そういうことです。迷惑だね、アンドレがやってるんだ。そうそうそう。だったらナノでも十分だったってことでしょ。そういうこと。ね、だ騙されちゃったんで、あんなでかいのいらない。だけど何なのその8ギガだとか80ギガって。まあ部屋で言うと何平米みたいなもんだろう。え、じゃあ俺すんごいでかいの買っちゃったわけ。80平米のとこに、本当は8平米でよかったんだよ。8平米でよかったのに。8平米に桜井の持ってるレコード全部入ったわけ。本当は入ったんだ本当は。だけどそれ俺80平米買っちゃったんだよ。バカだな、お前。固定資産税だって高いしな。そうだよ。それは。頼むよ、もう。いらねえよ、そんなの。じゃあ、8平米に引っ越す？うちにある CD 全部入れてもいっぱいになんないって、そうでしょ？田瀬に言われた。豪華された。8平米じゃでしょ？うん。そうでしょ？入っちゃったな。あと何入れよう。いや、いろんなものこれから入れてそうでしょ。こうちゃんのこの T、トランス、ケーズトランスミッションとか毎週入れて。毎週入れて。今、T って言っちゃったもんだから、全然あれだよね。はい。じゃあ、桜井とよく昔歌った歌を入れましょうかね。入れましょうね。かけましょうかね。ああ、かけましょう。前、去年だったかな、一昨年だったかな。桜井を夏のあの、お台場フォークマーでね。ああ。で、一昨年か、来てもらった時に一緒に歌った曲ですね。デビッド・クロスビー&グラハム・ナッシュ。さあ、アルフィン・インフォメーションも、田瀬トールマネージャーでいい。こんばんは、田瀬です。いい、桜井さん80ギガって言ったら僕のコンピューター40ギガですよ。何40ヘルトばっかやる。100ワットだよ、コンピューターよりでかいんで。100ボルト15アンペアそうだよ、 うちは70アンペアだよ。あ、基本料金高いぞ。70アンペアってないんですか。ないわ。すごいね、7050アンペアじゃないですか。70だよ。70なんてあるんですか。あるよ。あれすごいな。じゃあ基本料金高いですよね。高いよ、大して使ってねえのに高いぞ。そうです、ね、自慢になんで何万な下げりゃいいじゃんよ。あ、そうか、下げられるんだ。下げられます。アンペアを。そうだよ。ただ飛ぶようになりますよ、いろんなとこ。ダメだよそれ、困る。でもそんな使ってねえだろ70。そうですよね、70アンペア電化製品少ないです。うざいよバカ野郎、どういう意味だよそれよ。普通の家だって40か50で済むんだから。うちはだって全部で、トイレなんか
電磁道だぞお前、まあ、電磁道ってうちのおじいさん打電磁だから、すごいぞお前、部屋入ってただけで蓋が開くんだぞ、高っておしっこしてねえのに水が流れんだぞバカ野郎。それはどのくらいのアンペア数なんでしょうね。大したアンペアじゃねえって、大したことない、ね、やっぱ熱を使うものが一番多いですね。こたつ、こたつな、うん、こたつは結構でかい、ドライヤーとドライヤー、こたつドライヤーな、うん、1200ワットな、そうですね、ドライヤーで飛ぶしてよく言いますからね、いいいい、坂田渡さんちは15アンペアだったから、そうそうそう、早くインフォメーションやれってよ。すいません、申し訳ないです、はい、インフォメーションお伝えします。そうそうそう、番組冒頭でも言ってたようにですね、シングル Dear My Life がオリコン初登場4位に、ランクされました。ありがとうございます。これでスマップに並びまして40作連続ベスト10入りの日本タイ記録を更新いたしました。いやすぐスマップ出すだろうな。いやでもね、これあれですよ、40作連続で入ったのもすごいんですけど、うん、この記録を1983年か24年間かけて作ったっていうのは僕は一番すごいと思ってるんですよ。24年間あれ感動ないですか、出してるシングルが全部入ってる。いや俺はスマップと一緒に争ってるだけでいいよ。僕だって23年ですよ、うん、だってさ、どう考えたってさ、スマップのファンのことをアルディファンがこれで競えるわけじゃん。ああ、ね、気持ちがいいじゃん、やっぱりライバルがいた方がいいんだよ。そうですね、ライバルキムタクだもんな。キムタクはキムタク、今後とも頑張っていきたいと思います。あいつはどう思ってるか知らないけどさ。本当にありがとうございました。ありがとうございました。そして春の嵐ツアーチケット発売日情報をお伝えします。まずは5月12、13土日、福岡サンパレス&、あ、違うんだこれ、いいよサンパレスだけで。そうなんです、みんな知ってんだから。福岡サンパレスホテル&ホール、あ先にいいよサンパレス、先にホテルがつくのか。そうなんです、この間ホール&オーツだったらどうなの。どうなんですかね。福岡サンパレスホール&オーツ、全部ホールがオーツにあることになると、みんな滋賀県に行かなきゃなんない。この間あれなんですよ、桜井さんに、福岡のコメントを、長々ねお願いしたんですけど、それ、で、ありがとうございましたっつって、で、いろいろ編集してたんですよ、だから桜井さんが最後に、福岡サンパレス&ホールでお会いしましょう。福岡サンパレス&ホールどこだよ。俺が悪いのか。いや、その時に僕原稿が汚いんだもんだってよ。字が汚くて大体隣の字とくっついてますから、ね、バカ野郎、読んでやっただけでも喜べこの野郎お前。だから僕はそれ言ってんじゃないですよ、その撮ってる時に全く気がつかなかった。俺お前が悪いだろバカ野郎お前。桜井さんあっての田瀬ですって最近ちょっと言ってねえの。桜井さんあっての田瀬です。そうかそうか、よしよし、それで許しちゃうからあれだけで許しちゃう。よしよし、そこの 2days でございます。二次発売でございます。4月14日土曜日10時からチケットピアローソンチケットにて、電話予約店頭発売 E プラスにてインターネット受付を行います。琵琶湖ホールはじゃあホール&オーツなんですか。そういうことですか。そうですね、はい、店頭発売ってのは横になって売ってるの。違う、お店で売ってるんですね。すごいよな。予約番号は週刊坂崎、週刊坂崎かアルフィー .com の方をご覧になっていただきたいと思います。週刊プレイボーイ、そして6月30日、7月1日の土日、の名古屋国際会議場センチュリーホール 2days ツアーファイナルですね、こちらは4月15日坂さんの誕生日ですね、はい、日曜日10時から18時までダイレクトセンターにて先行電話予約、サンデーフォークプロモーションホームページ、タンクザウェブにてインターネット受付を行います、受付番号を伝えておきます、ダイレクトセンター特典0523209300、タンクザウェブの方は、サンデーフォーク .com でございます、はい、の方のウェブに、行ってください。詳しく出てると思います。お問い合わせはサンデーフォークプロモーション0523209100、そして先ほど言っていたタンクザウェブの方のホームページもご覧になってください。そしてラジオは TBS ラジオ高見沢俊彦のロック版、4月22日日曜24時は桜井さんをゲストに迎えてやったスペシャルでお送りします。聞いてねえよ、マサルがゲストって、それが重大発表じゃねえだろうな。いやーしょぼ、それじゃちょっとしょぼいんじゃないか。とにかくね、ゲストをゲストとも思わない人たちが作ってる番組ですから、ね、すごかったですね。ひどいですよ、ひどい、私は怒って帰ってきました。誹謗中傷のうちに終わりました、ね、ひどいですよ。そう、誹謗中傷してたんですか。桜井さんの酒癖について30分、まあ、ひどいですよ、非難して終わった。赤坂は許せないですよ。その点銀座はいいな、扱いが違うよ。だってあそうね、そうね、ケーキは出るしさ。そうそう、赤坂なんかお前お茶だぜ、冷たい、ね、冷たいお茶、冷たいお茶しか出なかった。そう、終わったらワインやるね、どこが、いやここでワイン、ほんと、いいね、裏口はシャンパンでした、うん、ワインでした。来週も聞いちゃうよ俺は、来週も聞いてさ、聞いちゃうよ。だって iPod に入れといて、 iPod ね、そうそうそう、はいね、80平米だからね、なんだって引っ張るだけ引っ張りましたから、ね、じゃあお知らせの方は桜井さん、はい、はい
発表をお願いいたします。え、何何じゃ、知らないよそんな原稿目の前にして、来い、そういう知らしらしいことやめてください。来いって言ったから来たわけでしょ。いや、桜井の口から発表していただかないと俺から言わなきゃダメなの。いや、俺は来いって言われたからね。船だけど、いや、来いじゃないの。意味わかんない意味わかんないでしょ。だから5分ぐらい前には来いって言ってたんだよ。だから桜井、俺忙しいんだよ実はな。あ、忙しいんだよ。俺京都なんだよ明日。いや、みんな一緒だと思うんですけど。え、そうなの。そうだよ。それで千葉がまた18日ある。だ俺京都行かなきゃいけないから忙しいんだよ。そうですよね。あ、ごめん、もう電車なくなっちゃうんだよ。いや、もうとっくないと思う。あ、もうないの。とっくになってもらう。あれ、まあ、じゃあ言おうかね。はい、お知らせお願いします。ですね、このために私来たんですよ。そうですよ、ね、春の嵐ツアー、お19年ぶりの、はい、秩父公演が決定しました。すごいです。1988年の6月25日に以来です。19年ぶりだ。19年ぶりです。秩父全然知らなかったんです。私もどう、織物会館、いや、もう織物会館はもっと前です。その前です。織物会館、ちなみにですね、80年の1月28日です。ああ、80年だった。こんな寒い時やってたんですか。あんま寒かった。寒かったよ、あれ。これあれ、これ1月とか平気ですもんな。うん、だって楽屋がさ、畳だよ。そうだよ。で、襖があるんだよ。その襖を開けるともうステージなんだよ。舞台の紙手なんだよ。それも美空ひばりさんが来るからってんで畳敷きにしたんだ。作った。ま、作った。それが織物会館。今回は織物会館じゃない。で、3度目の声。これはですね、6月の11日。611。月曜日。あ、ここはすごいでしょ、うん、月曜日って本当追加公演したなって感じがしますよね。そうですね。秩父宮記念市民会館。ああ。いわゆる市民会館でいうわけ。市民会館。そうです。いわゆる秩父の市役所の隣です。うん、あ、もう、どこ行ったってすいません、市民会館どこですかって言ったら、あそこって言われます。わかります、ね。そこしかないですからね。はい、ですね、6月の9日土曜日、宇都宮をやって、うん、10日に新潟をやった後。はい、え、3連チャン？そういうことなんです。だから本当に急に決まった。田瀬が長いことかけて半年1年かかって作り上げたこのコンサートツアーのところにいきなりドーンと入ってきたんです。社長が入れたんです。入れたんだ。社長が入らないっていうのを無理やり入れてきたんですね。無理やり入れ込んだと。いやでもこのね、関口社長のね、情熱ですね。うちの兄貴と企んでたらしいんですけどね。まあ19年ぶりに、まあ秩父でコンサートやるということなんで、まあここでね、昔といえば、はい、あれ坂崎多分ね、織物会館の方がよく覚えてると思うんだよ、うんうん、あれはね、ちょうど俺がまだねリーゼントする前だったから、ああニットの帽子かぶってた頃だから、多分402とか歌ってる頃じゃないかな、無言劇を。そうです、冬将軍と無言劇の間だの頃だよね、うん、でその後に市民会館で一度やったんです。やりました。その時に楽屋の入り口あたりになんだか知んないけど大根ほうれん草とか芋とかがあったんで、坂崎がここのチケットは米とか芋で払うのかって言ってたんですよ。あれよく覚えてますよ。楽屋にもね野菜が届いてたんでね、うん、あ、チケット代を野菜で払う会館なんだなと思ってたんです。いや俺も一瞬そう思ったんだ。なんであんなに野菜があったんだろうな。あそこに。これ今回は野菜でいいんですか。ダメです。チケット代はダメですか。ダメです。お代いただきます。お代いただきますか。野菜じゃダメ。野菜じゃダメですよ。物々交換じゃないと。まあでもね、はい、19年ぶりなんで、こんなのは今までないでしょう。また桜井を錦ね、ふるさとに錦を飾るという意味では、はい、はい、19年経つと、うん、多分俺のことを知らない若者がもういっぱいいるわけですよ。僕らは普通に19年経っちゃったけど。経っちゃったけども、ね、若者は今20歳の子だって多分覚えてないですよ。20歳だって1歳だろ。1歳の子だ。じゃあそりゃそうだよな。でね、とにかくね、キャパが少ないんですよ。あ、そうですね。すごい少ないんで、これチケットね、なかなか難しいと思うんですけど、うん、まあ、ね、ちょっと番狂わせなところで結構内容も面白くなると思うんで、うん、だから1000ぐらいのキャパですから。あ、そうなんだ。1000しかないね。楽しみですね。今どうやってセットを入れるかと。ねえ、もうセットなんかいいじゃん。別に新潟から持ってこないでもさ。セットが入らないらしいんだよ。もう3人で素手やろ、素手。もっと困るのは11トンがつけないんだ。つけないんだろ。楽屋もないんですよ。楽屋なくないだろ。俺野菜見たことあるんだ。楽屋はあるんだけど、全然足りないんだ。足りないんだってさ。だからもしかすると外で待ってるかもしれないっていう。みんなと一緒にな。みんなと。まあどうなることですかね。やろうやろうやろう。まあ詳しいことはですね。はい。田瀬の方から、はい、チケットの発売方法を、お知らせします。これもう迫ってるんです実は。
4月16日月曜から4月27日金曜化身有効にて郵便振り替えを行います。来週の月曜からもう始まります。チケット販売に関する詳細はテレドーム、これテープインフォメーションですね、をお聞きいただくか、アルフィーオフィシャルホームページ、アルフィーマニアホームページ、フリップサイドのホームページのいずれかをご覧ください。これ番組終了後になると思います。テレドームは0180-993-021、これ24時間テープインフォメーションです。アルフィーマニア、アルフィーオフィシャルホームページ、アルフィー .com、アルフィーマニア .com、からフリップサイドのホームページはフリップサイド .co.jp です。電話でのお問い合わせはフリップサイド03-3470-9999、これは平日にかけた方がいい、平日というか昼間にかけた方がいいということですね。なんで6月11日月曜日、秩父の宮記念市民会館が追加になったというお知らせ。いやすごいな、俺やだな、お袋来るだろうな、どうせな。あ、そうだろう、お母さん見てもらいましょうよ。でも本当に親、そういう意味ではふるさとに錦を飾れるメンバーは桜井だけだからね。まあね、そうですよね。高見沢とか俺は近所でやったって別に錦飾るって感じじゃないから、まあ、武道館にさ坂崎んちの親父が見に来てもさ、坂崎そんなになんとも思わないだろ。そうよ、よく逃げた橋からよく歩いてきたなって感じしか思わない毎年来てるからそのぐらいのことしか。いや、うちのおふくろはほら19年ぶりに見るんだからさ、息子の仕事。そうですよ ね、 すよね、結構ね舞い上がっちゃうかもしれない。またある日言ってくるかな、花屋が。ちなみにね、坂崎ね、それはね、はい、その前の時だからね。そうだよ、秩父織物会館、知ってるよ。すごいよ、だってさ、当日照明屋が来なかったんだ。そうだよ、音響は来たんだけど照明来なかったんだ。なんで来ないんだって電話したら、え、今日だっけって言われて、忘れちゃったんだ。それでしょうがなくて関口、豊岡、それからディレクターの、上村、この3人がその会館にあった赤、青、黄色のくるくる回る照明でやってたんだ。そうだ、この歌は激しい歌だから、赤とか言いながら、キーコラ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 です。もっと派手なやつはぐるぐる回せんって、あれ音するんだよね、錆びてたんだ、キャラキ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 ラ。いや、ほんとあれ手作りって言うんだけどさ、プロが手作りやっちゃまずいよね。まずいよな、文化財じゃねえんだから。本当だよ、文化財以下だったもん。でも今度はでもな、市民会館だから。でも入るかどうか分かんないですよ。そうですね、ステージがどんなセットいいじゃないの、ステージの入り、もしかしたら市民会館の横のところに僕うちのステージが横に出てるかもしれない。ああ、それ行くと外出ちゃったよ。それいいな。ああ、お客さんいないよ。上手とセンターは中なんですけど、下手は外です、桜井さん。あ、俺だけ外かい。いいじゃん、街中に桜井の声が響き渡って。うるさい、静かにしろということで、いいね。桜井さん、ふるさと秩父での公演楽しみにしていただきたい。6月11日です。今日のその重大発表は追加公演ということで、はい、明日、明後日は京都会館第一ホール2で、日曜日は坂さんとドラムの吉田太郎、はい、バースデーライブです。あ、そうです、18日水曜日は千葉県文化会館でございます。はい、以上、アルフィンインフォメーションでした。ありがとうございました。ありがとうございました。電車がないんですよ。失礼します。じゃあ、いや、やっと発表できましたね。秩父公演が。ね、本当に、こういうなんていうか追加公演ってあんまりないですもんね。ね、これ本当の追加ですよ。本当の追加ですからね。追加していいんだろうかと思っちゃいますけどね。やっぱり桜井さん月曜日ですよ、だって。そうですよ。それもね、土曜日やって日曜日やって帰ってこられるところがですね。ね、月曜日にもう一個やんなきゃいけないんですよ。そうです。いや、でもこれはやっぱり桜井さんにもうやっぱりね、一働きしていただこうということでございましてね。結構ね、いいですね。嫌なもんですよ、家族が見に来たりすると。地元で、いやいや、楽しみですよ。でももう来てますね、メールはね。戸田市ですよ、うん、行きたいです、やばいっす。埼玉県民優先予約とかないんでしょうか。でも埼玉県民だって相当いるし、ギア行きたい、野菜持って行きますダメだっつってんのよ。まあ皆さん平等でございますけど、ね、東京からもだってね、レッドアローで来ればそうね、まあ近いですからね。ね、うん、まあでもできればね、地元の人にも見てほしいですよね。そうだよね、秩父の人にね。そうだね、あ、知ってるよ、桜井はあそこの桜井の息子だろっていうだけだからね、結局は。あとはテレビでしょ。そうだよね、そういうのはやっぱり俺らにはないな。生で見るってのはね、19年前に1回やって。そうだよ、ね、その前の時なんて誰も知らなかった頃だしね。まだね、まだやってんのかい。3回目、3回目ですね。じゃあ織物会館やって、市民会館やって、その後なんだ。そうか、今回そう3回目なんですよ。3回目かまだ、ね、それはじゃあ楽しみですね。どうなるかな、どうなるか絶対ね。じゃあ桜井さんに全部歌ってもらおう。いや、
ね、そういうことじゃなくてさ、ね、いいね、俺でも絶対にさ、うん、高見沢と坂崎でなんかやると思うんだよね。いや、何もやんないですよ、普通に。もうね、絶対やるよ、普通にいいライブを見せて。坂崎に絶対耳打ちしてくるんだあいつが昔だってよくあったじゃねえか、俺一人で歌ってたらお前の演奏やめちゃってさ、ベースの弾き語りになったけど一生懸命歌ってたら、俺音が少ねえなと思って横見たらお前らただニヤニヤしてたって。そうそう、鼻はよく早かったんだよ、桜井のがベースの弾き語りは。ほんとだよ、そうだよ、もうベースと歌だけだったんだよ、ね、すごいよ。こんな色気のないものないぞ、そう、そういや、桜井さんだけそのボーナストラックはなかったですねってのあったよ。え、俺ボーナスないの今年？いやいや、ボーナストラック、トラックもらえないの？トラックないよ、俺。違う、トラック持ってない。そうじゃなくて、今回のシングルの、うん、ボーナストラックはアコースティックバージョンとエレキバージョンがあったんで、桜井さんのベースバージョンも欲しかったっていうのがあります。ああ、だからさ、それはつまんないって。面白いよ、弾き語り。ベースだけ聴いたり、本当にね。あ、じゃあアカペラ。人生悲しくなるよ。アカペラ。俺ね、何が悲しいってね、うん、あの歌を勉強、自分の歌を覚えて、うん、ね、ステージ、あのリハーサルまでに、うん、ここだけは人に見せらんないもん、うん、うーんって言いながらさ、ペチャ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 音がね、アンプ通してないから、うーん、これは人に見せらんないよ、うん、あんまり楽しい練習じゃないな。こんなつまんないものはないぞ。坂崎はまだいいだろう、和音が出るから。そうね、こうやって歌いながらさ、それがペンペン言ってるだけなんだよ。それはね、なんかに合わしながら練習するんだ、やっぱり CD 合わしながら。いや、そうじゃないの、まずは自分で歌詞とコードの連携を体に覚えさせて、ね、それから CD 流してやってみるわけ。そうで、みんなと合わせて。これは大変なんだよ、ベースは全部単音だから大変なんだよ、聴いとるのがね、うん、で単音だから歌とあのリズムが違ったりするわけですよね。そうですね、あの音程も違ったりするわけですよね。これ非常に大変、ね、怖いのはね、うん、ちょっと音が回ってきて、うん、メジャーなのに半音ずれたりするとマイナーになっちゃうわけじゃないですか、3番音がね、はい、これ例えばそうそう、そっち行っちゃうわけですよ、これで行ってる、はい、行ってるのにこうマイナーからメジャーになっちゃう。そう、それでキーの取り方がね、僕はほらベースの1音だけでキー取りますから、これはマイナーボーンだけでね、だけどもこっちもメジャーな、そうなんですよ、だから一つ間違うとえらいことになりますよ。ちょっと、ね、モニターの回転が悪かったりするとどっちなんだよ、もう出た時にうーってなっちゃうんですよ、どっちみたいな、どっちだか分かんないけどとりあえず出しちゃおうみたいな出しちゃおうね、でもうどうしようもない時はうーって死んだまねするしかないけど、あとあーダメだよ、死んじゃう、やめてくれ、タンナカランダモーとか言いながら、危ないってば、放送コードギリギリですね、ギリギリですよ、桜井さん言ってますよ、本当ですよ、ね、いやいやいや、さあそれでは、はい、秩父公演も決まりました、6月11日ということで、はい、楽しみで、怖いですね、何があるか分かんないですからね、はい、はい、さあそれでは、桜井さんの憧れのグループだった、はい、子供の頃、まあ、秩父でね、そうです、小学生だった時には、はい、まさかこうして秩父でまた自分のコンサートができるなんて、ね、思ってもみなかったという、それはないですね、隣町のロックバンドがね、ベンチャーズとかやってたぐらいですから ね、まさかそこへ自分がね立とうとは、ね、はい、その幼い頃憧れていた、じゃあグループサンズの曲を聴きましょう、はい、桜井さんといえば、はい、ブルーコメッツです、何をいきますか今日は。今日は最近この番組に思いっきり当て込んでくる CM もありますね、たくさんね、ありがとうございます、本当に。モーリスギターもそうですよね、はい、今日はモーリスギターがなぜかスタジオにもありますけど、あれなんだ、ありがとうございます、んもらったのモーリス、うん、違う、エバル君のあの、あ、そうエンジニアの、うん、買ったの、彼はね、ギターすごいね、マーチン買ったりギブソン買ったり、ここんとこ、ここ数ヶ月っていうか今年に入ってからかな、あ、そう、うん、桜井より買ってるよきっと、それどういうことよ俺はだってだ、俺は金かけないもん、そういうのに、そういうのに、うん、先ほどお知らせしました TBS ラジオ6番のオンエアの時間が間違ってました、正しくは24時30分からの30分間ということです、あ、12時30分ですか、分りました、ね、あいつミスが多いからね、からね、インフォメーションの周りにね、そうそうそう、俺もね反省しちゃったよ、なんで DJ はダメだなと思ったよ、DJ は選曲が命だもんな、そうよ、さっきのブルーコメッツ違う歌かけちゃったんだ、あ、じゃなかったの、あの歌好きじゃないんだよ、なんだよ、かかったの、違うじゃんよ、もっといい歌があったんだよ、キーボードの小田さんが作ったやつでさ、これも小田さんが作ったやつだったけど、さっきからあれじゃないんだよ、矢崎さんには歌わないんだよ、あ、違うよ、こんなのがブルーコメッツなのっていうようなのがあったんだけどさ、そうなの、ないんだって CD にさ、うちのレコードにはあるんだよ、あったのか、だけどあれには入ってなかったんだよ、入ってなかったんだよ、だから間違えちゃって、スミレって言うんだよね、スミレスミレで、なあ、かけたくないやつかけたときって言ったら、つらいな、下げてくれって言ったらもうダメだって言われ
ゃってさ。そういう時は他の曲にしないと何か。やろうと思ったんだけどディレクターがもう1分だからダメだって。もう時間ねえもんな。不本意だったな。不本意だったな。新井学君、桜井さんゲスト楽しく聞いてます。さっき話に出たディスクジョッキーとパーソナリティのこと、うん、本当に最近は音楽を知らないパーソナリティがあまりにも多すぎます。すいません。そんなことじゃないよ。昔の FM 放送はもっときちんと音楽を教えてくれるメディアだったのに、今は音楽がおまけみたいな感じだもんな。フルコーラスかかることなんてまずないし、FM 局の制作スタッフの皆さんはもっと原点回帰してほしいです。あのね、全部書けないのは理由がありますよ、うん、やっぱりねすぐにダビングできちゃいますからね。あ、そういうのもあるし、ね、ただね昔はね FM っていうのは、うん、あの雑誌も出てて、そうそう、何がかかるかって、ね、何の曲が何にかかるか全部あったんですよ。そうです、なかなかね今はねそこまでねはできませんから ね、 ね、ディレクターでね音楽知らないやつ多いよ確かに。あ、もう今はね、うん、若いディレクターは、ね、歴史があるから ね、 ね、今音楽はね、はい、キュッピーさんですね、お二人でラブレターの追っかけコーラスやってください。どうやって、それをあなたからの高見沢パートでいくと、思い出のラブレターラブレター、思い出のラブレターラブレターラブレター、最後の網としてラブレター。これあれだよ、高見沢がと俺だけでやった時は高見沢ずっと歌いながら追っかけも自分でやったんだよあの時。思い出のラブレター、ラブレター、最初で最後のやったのよ、長野の屋上でデパートの坂崎が 11pm 出るからって書いちゃった時さ、へー、あれ大変だったよ。大変だったね。でも客も大していなかったしさ。そうね、うん、子供はあの10円入れてぐるぐる動く機械にずっと乗ってたからな。うるせえのこれやろうと思ったんだけど、そんなこと言えない時期だったんだまだ。そうだね、うん、聞いてくんないとね、まずが。そうそう、やっぱりサイモンとガーファンクのリクエストが多いですね。そうですか、うん、まあ何だったっけ、坂門と、はい、マサちゃんクルでしたっけ、なんかそんな感じじゃない、坂門とマーチャンクル、マーチャンクルですね、ですね、多いのはね、はい、ビクトリアンさんとか、はい、よしこさんとかいろいろ他からいただいて、よしこさんキスさせていいじゃないのさ、なぜ逃げるのさ気持ち悪いね。サイモンとかファンクルの歌、よしこさん、よしこさんの歌、うん、ミセスロビンさん、こっち向いて好きです、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 うん、あれも知らないだろうな。一番お願いしたいのはスカボロフェアです。スカボロか、スカトロフェアってのありますけどね、やめてくれよそれ、そうですから、ね、そんなもん祭りにしないでくれ、本当ですよね。他にもミセス・ロビンソン、ボクサー、明日にかけるし、いろいろありますけども、スカボロフェア行きますか、じゃあ、Are you going to Scarborough Fair? Past three sage, Rosemary and Thyme. Remember me to one who lives there. She once was the true love of mine.Tell her to make me a conviction in a deep forest green. Parsley, sage, rosemary and thyme. Between the water and the sea sand, here she'll be a true love of mine.割には綺麗です ね、 ね、 ね、市場が歌になっちゃうんですからね。そうだ、パセリセージ、いい、ね、野菜の名前言ってるだけですよ、ね、パセリだから、これだったら大根にカブにってのと一緒ですからね。パセリセージ、ローズマン、アリローズマリー&タイム、タイム、まあ、全部あれですよね、いわゆる何ですか、野菜という、野菜っていうか、あの香辛料、ハーブ、ハーブですよ、ハーブ、あの頃からハーブ、お前は持ってるのか、アイハーブってやつです。アイハーブはハーブ、ハーブ、ハーブ、セシリア、最近コマーシャルもやってますね。そう、セシリア歌ったことないな、車の子マネーかな、セリア、 You're breaking my heart, You're shaking my confidence, セリア、 Oh セシリア、 I'm
手に握ってもホーンとかホーン。すごいね、歌詞なくてもよくここまで来たね。ここまで多少ごまかしたけどね。ちょっとね、後半戦はあれですけどもね。後半戦ちょっとね。サイモンとガーファンクで聞きたいなと。多いな、4月になれば彼女は水曜の朝午前3時、赤羽の頃メロディフェアもありますね。あ、なるほどね。メロディフェア覚えてますか？いや全然。Who with the girl with the crying face looking at millions of signsShe knows that life is running late And they shouldn't show any Melody fan, won't you come your hand You let me know it be true Melody fan Remember you're only a girlせもなくね、はい、お前あっち行くこっち行くっていうのが打ち合わせしてないんですからね、相手が行っちゃったんでこっち行ったとかそういうんですからね。先週も言いましたけどもね、ああちょっと待ってれば相手がどっち行くか分かるんで、そうなんですよ。で2人で待ってる場合は、はい、そうなんです、開くんですね。たまにそういうのがあるんですけどね。だって高見がいらっしゃらないんでってね、あれですけども、うん、ティーチューはチルドのサザンマンでありますけどもね、あれはもうあの、ね、鉄の声がないとダメです ね。ガローもありますね。ガロ ガロね、一枚の楽譜美しすぎて、ガロのあのボーカルさんからあのDVD とかもらったんですけど、うん、あれすごいですね、昔のやつ、あれすごいですね。よく撮ってよく残ってましたね。相当古いですからね、あれ。ヤングインパルスでしょ。うん、うまいよね。でもうまい、やっぱりうまい。さすがになんかね、溶け込んで実力派だね。あれやっぱ今聞くとボーカルさんの声ってのはやっぱりいいポイントになってるね。ですね。まあ昔も言ったことあるんだけど、やっぱりね、底物がしっかりしてないと、底物がねダメなんですよ、コーラスっていうのは。トミーはまた上であの音程いいから、うん、すっごい綺麗なね。あれでマークはどっちかというとこう どっちにも溶けるような。そうですよ ね、うん、いやなかなかいいコーラスしてますよね。ねえ、うん、もう本当ですよ、大後輩の俺らが言うのもなんでございます。本当ですよ、先輩がね、なかなかうまいよな。なかなかうまいよ。よくやったよ。よくやったよ。あとで大野さんが電話かけて、ふざけるこの野郎って言われるから。頼むよ、お前やって怒られちゃうかもしれない。さくらよ、頼む。聞いてるよ、きっと。聞いてるかな、大野さん聞いてますか。結構聞いてるんですよ。おー、ノーさあ、それでは S&G、聞きましょうかね。この曲は最後まで 歌えたことがない曲でございました。あ、これ難しいっすよ。難しいんですよ、はい、でもね、大好きな曲です。大好きです、これいいです。大好きですね、はい、この方は建築家です。建築家です。まあ日本でいうと黒川紀章さんです、ね、まあそういうことですね。帝国ホテルを作られた人ですね、うん、結構世界的に有名な方です。いいね、この曲はいいね、うん、癒されると言いますか。ガーファンクルのいい声だな、これ。ボッサノバっていうんですかね、ボサノバみたいな感じですけどもね。なんかコード進化もモダンで ね南米っぽいですよね。ソーロングフランクロイドライトですよ。いいですね、ね、いい曲です。いい曲です。桜井勝、故郷に錦を飾るですね、と。大激戦ですが、できたらいいな、作家できたらいいなという源さんです ねぜひ来てください。羽生のケロタ秩父公演参加したい。ホールマップを見たら、はい、うん、秩父宮記念市民会館の、特色に式典各種コンサートが多い、ロック不可と書いてあります。あ、うちロックじゃないですかね、うん、アルフィーですからね。はい、はい、ロック、ジャンルはアルフィーですからね。ロック不可ですか、全然大丈夫で。でも羽生、あら、かまやさん、あ、どうも、あれ、どうぞ。いや、でも羽生だったらさ、秩父鉄道でそのまんま最終からさ、ずっとこれ、あら、あ、かまやさん、どうも。かまやさん、どうもどうも、ここはね、どうぞ。昨日、おとといですよね。おとといはどうも。すいません、こちらこそどうも、突然、もう恐れ入ります。僕ね、おととい。ご無沙汰してます。ご無沙汰ですか。あ、だから、むしろ、あの、クロコダイル以来ですもんね、もう。あの後、ほら、あの、いろんなことで、電車が走らなくなっちゃったでしょ、太田君の。え、うち、うん、あそこどこでした。そうですよ、ちょっと止まっちゃった話あの日、あの日でした、うん、そうそう、いやいや、この間ね、MC の番組に飛び入りで出させて。あ、そうですか。もうね、もう無理言っちゃったね。いやいやいや、テーマがギターだったから、テーマギターだったから。
この人すごいですよ。ビートルズ A 面 B 面そうなんですよ。今日これの打ち上げだっけ。あ、ムッシュの打ち上げ。これでね、これでね。今日何だったんですか。今日ね、スタジオムッシュ、ムッシュ2皆さんやってる、はいはい、あのパーティーをね、はいはい、こういう写真がありまして、はいはい、みんな集まって昔の。あの時の連中ですか。喧騒から何から全部集まって、はいはいはい、オレンジとか。あ、うん、あの時のこれ音入ってるんですか。そうなんですよ。あ、DVD です。あ、DVD。絵が出るんですね。絵が出るんですよ。そうですか。写真だ。そうなんです。え、何人かじゃあ今日も集まったんですか。今日はね、20人ぐらい集まって。あ、うん、本当ですか。すごいですね。うん、もうでもあの昔の仲間も全然変わってないですよね。全然変わってないですね。会うとね、みんなキャラクターはあの頃のまんま。ちょっとおとなしくなったかなって。そうそうそう。ならずもんがちょっとね、こうね、多少はきちんとしてきて。いやーでも岡村さんは本当若いよね。若いとか若い、ね、だって俺、俺たちがさ、ムッシュとそのこんな離れてる若いやつさ、こんなにできないよね。うん、そうよ。だって最初に、まあ、僕ら二十歳そこそこだったから21位ぐらいだったのかな。そ う, そ, う そ, う、うん、そうですよ。すっごい大人に見えたもんね。うん、あの頃はむしろ多分35、6まだですね。若い人もの頃そのぐらいですよね。そうですね。もう30代後半ですかね。30代後半です。むしろだから自分が年を取ってもいつも二十歳ぐらいの連中と話ができるんですよね。今でもそうですよ、ね、よくいろんな番組見ますけど、あの、ええ、ね、川さん若い連中と出てますからね。さすがだなと思いますよ。いやいや本当に。そこはもう波風を超えない。いやいや。よかったか、早速いやいや、ね、今日帰ってみようと。と元気で。そうですよ本当に。ね、あれからもうむしの還暦のパーティーからももう。そうだよね。運年ですよ。そうですよね。ああですね。6、7年経ってますね。ですよね。すよ。すごいよね。その説お世話になる。いえ、そんなもん。もういつもね、アルフィーさんにお世話になってね。とんでもないし、そんなもんですよ。僕らがずっとお世話になってたんですから。いや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 、釜石さんにはね、何をお返ししても足りないぐらいですよね。それはそうです。絶対無理です。何にも食えなかったんですよ。そうですそうです。いやいや、私も食えてなかった。いや、私はね、多分ね、僕らをあれだけね、あの大勢に飯食わして酒飲ましてたから、うん、多分。大変だったんですよ。いやでもそれがね、もうね、自分のねあれで財産になってますよ。皆さんとね、本当ですか。お友達になるとね、だってあの頃のね、ギャラは全部俺らが使ってたんで。そういうことです。でも俺たちってさ、はい、褒め合いすぎちゃってクリームシチューみたいな。クリームシチューやっぱり欧米かって言った方がいいんですかね。え、その時の音源からかけます。かけない。なんか今ね、向こうと話をしてる間に僕はじゃあ話つなぎましょうか。何いやでもムッシュやっぱり若いですよね。でもね、そうですかね、うん、やっぱりね、ステージに立つっていうことでしょうね、きっとね。僕らもずっと思うんですよ、うん、やっぱりステージに立ってるから、はい、きっとミュージシャンとしてね、それあります。それ多分立たなかったらきっと、うん、そう、例えば CD しか作らなかったらね、うん、音楽だけしか作らなかったら、そうですだと思うんですよ。やっぱり人前に出るのがね。そうなんですよ。ですよね、うん、だってムッシュだって最初の三人ひろしの頃ってのは10代でしょ。定畜の頃ですか。10代でしょ。だってあの頃のムッシュのレコード CD 出てるんですよね。出る。俺買っちゃいましたよ、2枚組のやつ。買わないでくださいすっげーおかしいの。あとね、スパイダースのね、うん、カバーのやつとかって知ってます。スパイダースのカバー、スパイダースがビートルズをカバーしてるやつ。はい、知ってます知ってます。それも出てたんですよ。ハモってないでしょ。いや、なんかね、めちゃくちゃ面白かったですよ。すっげえ面白い。なんかね、ガラージバンドのもうなんか元祖みたいな。ああ、そういう感じでしたね。すっげえかっこよかった。でもいいよね、10代からずっとステージ立ってるんだよ。ね、あともうちょっと経っても今度70代でステージに立つ。ぜひとも立っていただきたいですよ。ね、もしの還暦のパーティーの映像が近々見られるそうでございます。あ、そうなんですか。本当にどういうところで見られるんですか。ねえ、本当ですか。あの時のですか。あの時ですね、これあの時はね、別で2回目のやつ。あの時はね、拓郎さんとか、あと泉谷さんとか、みんな陽水さんも来てたし、ユーミンもいらっしゃいました。ユーミンもいた。あれは99年の時ですね。そうですよね、すごい豪華な。それでそのパーティーの一番最後までいたんですから、坂崎と俺とユーミンと。あ、もう最後はだって2次会すごかったね。もう泥酔状態で、俺サングラス外してみんな誰だか俺のこと知らないっていう。最後高森状態。そう、もうすごかったですよ。最後はすごかったですよ。井上隆之さんと一緒にセッションしたりして。セッションして。で、そうそうそう。町明さんがマイクスタンドになってたの。大野勝夫さん。そう、俺はマイクスタンドかって。あ、大野さんがやってたのか。そう。大野さんがマイクスタンドになってたんだよね。すごいよ。
あんな人俺ギター弾いちゃってんだもん、ね、そう、坂崎も出来上がったなと思ったよ、出来上がっちゃったよ。お茶で。お茶で。お茶で。いやーでもすごかった。すごかったっすよ。町明さんと淳さんのステージってまた出たりされたんですか？もうこの間ね、行ったんですよ。社長が立ったんですか？そしたら社長がいて、それで俺呼び出されたんですよ。で、社長がいるじゃないかっつったら、上がってきて、やったんですよ。結構いい。食べてました？いいリズム、いいリズム。練習してんのかな？いや、隠れてる。構えてよ、まあ、早い曲はできねえんだよ、みたいな。で、ドーン、ツッドン、ドーン、みたいな。そういうテンポだったら、バッチリ。もうちょっと練習すれば。バッチリです。ジャッキー吉川のドラムスクール行けば、もうちょっとまだ。ライバルのね。ライバルの。いや、でも今ほら、ヘッドホンで練習できるから。そうそう。ね、マンションで一緒に。いや、でもね、松明さんの結婚式の時だっけ？そうそうそう。え？パーティーやったじゃないですか。あれは何だろう、誰の時だっけ、何回目のやつ最初ホテルのあれだよね、やったやつですよね。あ、じゃあだいぶ前のね、15、16年前。うん、その時は確か社長は1週間以上前からもうドラムの練習してた。そう、その時にうちの田島がやったんだよ。うん、いい音したの。あの時に社長のドラムの音とか今の音で出てきてやるんですか、あの PA ちゃんと入れたから、ただバランスちゃんと聞くとすっげえよかった。社長まだね、ロジャースじゃないとやだとか言う。ああ、ブレッジやだ。本当ですか。さすがです。22日よろしく。本当に、あ、すげえな。いや、やってほしいですよ、でもね。本当にね。カッペちゃんもね、この間ね、20数年ぶり見たのよ。純ちゃんのカメキの時に。本当ですか。あ、連絡ついたんです。それがね、それがその田辺さんのところに手紙をしたらしいの。それでテレビ、ある日テレビ見たら、KDDI の。何してるから今なんとかって CM も僕は歌ってた。はいはいはい、やってますよね。今どこにいるのかな、何してるのかなと聞いたら、はい、ふっとカッペちゃんはふっと自分自身も懐かしかったし、自分のその青春時代とかスパイダー時代を誰に手紙出そうかなっつって、やっぱり田辺さんに手紙出したらしいんだけど、よくスパイダースの夢を見るんですけど田辺さんの夢は見ませんって止め口が書いてあったらいい。それでそれをちょうど純ちゃんの還暦のちょっと数日前だったから、また田辺さんがカッペちゃんに電話して、あ、純に電話したんだ。で、純ちゃんがそれでカッペちゃんに電話して来たの。あ、来たんですか。お元気でした。もうね、お元気で、お元気でした。それで社会保険と午前中のバイト、セブンイレブンだかローソンだかよくわかんない、そういう。だからもうほとんど楽器持ってない人の顔。ああ、なるほど。でも保険の外交員もやられて。いや、保険の外交員やってんじゃった。保険で食ってんだ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 。へえ、そうなんだ。加藤さん一度も来てないですもんね。来てないです。ねえ、加藤みつるさん。加藤みつるさん。だから純ちゃんの還暦の時に来て。ああ、そっか、純さんこの間オリジナルメンバーでなんかやってね。え、一度見たいね。そう思っちゃったねえ。だってほら、可能性としてブルーコメッツはもう井上さん亡くなっちゃったからね、いないけども、スパイダースはまだ生きてるからね。生きてるんですからね。ぜひやね、聞きたいよね。そうそう、もうお時間ですね。何これ、今生放送。かまやさんいいな、これ流れてんですよ。あ、そうなんだ。生ですから。生ですよ。いつ入るのかな、本番に。いつ入るのかな。もう本番ですよ。本番やってんだよ。そうなんですよ。どうします。まあ、はい、3号までですね。いや、まだ大丈夫ですね。いや、もうあと15秒です。あ、もう終わりですか。そう、もう最後の CM なんだ。残念だな。今日は、もしは特別にね、突然ありがとうございます。すいません、乱入させて。この DVD もすごい楽しみ。楽しみ。俺も早速見るんだ。はい、また何かやりましょうね。ぜひぜひ。はい、よろしくお願いします。さあ、明日と明後日京都、そして、18日の水曜日は千葉ですね。千葉文化会館で、アルピのツアーを、まだまだ、始まったばっかでございますんでね、4月15日誕生日は、まあどうせ高見沢がまた何か企んでんでしょうね。いや、大丈夫よ、全然。ないよ、ないよ。なんか聞いてる、ね、全然聞いてないよ。俺なんかさっきまでダラ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 やったのに、浜谷さん来たらいきなり、あ、どうも
思って。なんかみんな、そこは体育会系の。みんなにこう、なんでさ、これお前よ、今のはよって、そういう感じだよね、きっとね。ねさっきまで、とか言ってたのが。6月11日、秩父の、はい、いわゆるですね、秩父の宮追加、はい、公演。公演です。地元秩父で。おぉ。19年ぶりに。僕、それのこと言ってたね、さっき。電車止まっちゃったって。ああ、秩父線ですか。秩父線、ね、ああ秩父線、そういう時もありました。崖崩れでね。はい。で、来週はおじさまゲスト週間ちょっとお休みで、久々の通常モードでございますけども、 J-POP スクールは、4月の16日が命日になります。2年前に亡くなられました高田渡さんの曲を聴きながら思い出話をしたい。ああ、なるほど。渡さんは何度かお会いしました。面白い。渡さんとは亡くなるちょっと前に名古屋で一緒にやろうって言って、すごい楽しみにしたんですけど、亡くなっちゃって、ね、息子さんとは交流あります。レン君、今 CM 出てますね。ビール、出てます、ね、ボトルネックで出てますけど、そうなんです。その渡るさんの曲を聴きながらね、渡るさんについてはもうみんなそれぞれ思い出があって、ね、本当そう、ね、あんな人は本当いなかったですよね、思い出話しながら曲聴きましょう。あとは有限会社坂崎商店も開店いたします。ギター、カメラ、写真、骨董、ガラス、猫、熱帯魚、爬虫類、両生類、宇宙物などの疑問にお答えします。みんな騙されんなよ。有限会社坂崎商店。それとまあ僕へのリクエスト、皆さんの近況、ライブの感想など手紙、ファックス、メールでお待ちします。郵便番号は 330-8579 NAC5、 ファックスは 048650-0300、 ケーズトランスミッションまで。 E メールアドレスはトランスアットマーク NAC5.co.jp でございます。むしろあのこの春というか今年はライブとかも、今年ね、なんかさっき拓郎さんから電話かかってきて、夏、ええ、一緒にツアーやろうっていうお話をいただいて、ね、あ、そうですか。僕昨日拓郎さんにメールした時に、ムッシュが電話するって言ってましたよってメールしたんです、うん、あ、じゃあそれでかな。そうみたいね。それでいつもすれ違いなのにね、はい、珍しく電話かかってきて、はい、それでね、これはねある日がいないとね、俺たちじいさんでわけわかんなくなっちゃって、またですか、うん、次のコーラスの歌詞も忘れちゃうかもしれないけど、いないとやばいじゃん。いないとやばい、やばい。スケジュール入れたいなって、他のスケジュールとか関口さんがあそこで口開けてますよ。困ったなみたいな。そうか、拓郎さんね。でも拓郎さんと無視やったら面白いだろうな。ああ、もうそれは面白い。ツアーないですよね。いや、ツアーやろうって、ね、やったことないですよね。20数本よ。そんなにですか。20数本。あの人さ、俺妻の時にさ、ポッと車の中で消えちゃった。もうすぐです。あと5秒で終わる。じゃあ後でまた聞きますよ。目標を持てを構える。また来週ケーストランスミッション、はい、アルピン、おやすみなさい。ありがとうございました。おやすみなさい。また来週。もしありがとうございました。ありがとうございました。目標を持てを構える。